神戸コレクションは、例年、兵庫県神戸市にて開催されている、リアルクローズを対象とした、ファッションショー及び音楽のイベントである。神これと略されることがある。高田慶太郎が、発起人となり、初公演は2002年8月31日、リアルクローズ対象の賞ため、春開催は S、S、秋開催は A、W となっている。現在は、 東京ガールズコレクションといった類似イベントが日本全国で開催されているが神戸コレクションはリアルクローズ大賞のファッションイベントの先駆けとなった賞である。かつては東京公演も行われていたが2012年に開催10年を迎えたことを機に東京公演は東京ランウェイへと進化独立している。パリやミラノなどで開催されるファッションショーが 高級メーカーの服飾デザイナーによる新作発表を目的として、バイヤーやジャーナリストなど、業界関係者のみを対象とするのに対し、神戸コレクションは、メーカーの新作発表だけではなく、セレクトショップや若いデザイナーの衣装発表の場を兼ねている。また、流通業者の小売り促進や、美容業の宣伝も目的に含むファッションイベントである。よって、 10代から20代の若い女性を集客するという特徴があり、テレビ放送だけではなく、ブログサイトや携帯サイト、ネット配信も行われている。消費者への宣伝と販売を目的とするイベントは、個社レベルでは以前からあったものの、若いデザイナーの発表の場を提供したり、多数のメーカー、マスメディア、流通業者等の共同による消費者参加型のファッションショーが、 定期的に開催されるのは神戸コレクションが最初である。なお、新人デザイナーに広く門戸を開放している点では大阪でのファッションショーが1987年から毎年開催されている。神戸のアパレル業の知名度の高さや阪神間の両家史上に見られたファッションスタイルが女性誌によく紹介され独特のファッションとして認識されている背景が イベント発展の一助となっている。2006年の秋、冬公演以降は、神戸をさらなるファッション都市として盛り上げるための連動イベントとして、神戸ファッションウィークが開催されている。2007年には、初の海外公演として、上海公演が開催された。神戸公演については、2007年の秋、冬公演まで、神戸ファッションマート2008年の春。 夏公演から2019年の秋、冬公演まで、神戸ワールド記念ホールで開催されていた。2020年には、神戸ワールド記念ホールが大規模な改修工事で、上半期に使用できないことを受けて、春、夏公演を休止した。その一方で、4月11日、12日には、グルービーデーというプロデュースイベントを、神戸空港内のスカイマーク格納庫で開催する予定だった。 しかし、同年の初頭から日本国内で新型コロナウイルスへの感染が拡大していることを受けて2日間とも公演の中止を余儀なくされた。例年には秋、冬公演を開催する時期にも感染の収束が見通せないことから10月18日にはコレクション史上初のオンラインイベントとして神戸コレクションザニューリアリティを開催。神戸コレクションが ライン上に設けている公式アカウントへのお友達登録と参加へのエントリー手続きを事前に済ませていればインターネット経由で全てのイベントに無料で参加できるようになっていた。2021年には三宮元町エリアでの屋外イベントとオンラインイベントを組み合わせた神戸コレクション2021カラー・ゆあライフマイナスの開催を4月24日に予定していた。 しかし、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、まん延防止等重点措置が、同月1日から、神戸市内へ発令されたことを受けて、開催を6月19日まで延期。延期中に、上記の措置が緊急事態宣言に切り替わったため、当初予定していた屋外イベントを中止した上で、神戸主審館ホールからの全編ライブ配信に変更している。基本として、 都市に2回開催されているが、1回だけに留める都市も、ある。3年目以降は、神戸以外の都市においても公演が行われている。2007年2月10日には、上海、盛大広場で開催された。日本同様に、メディアとショーを連動させ、上海のおしゃれな女性に、新しいムーブメントを起こそうとしている。二千二十年には、神戸ワールド記念ホールの改修工事に伴って、春、 夏公演を休止することが当初から決まっていた。以降の公演は新型コロナウイルスへの感染拡大を防止する目的でオンラインイベントと連動させているため特定の集客施設を会場に使用していない。出展されるブランドは30前後に及ぶなど。特別協力しているファッション雑誌 JJ のモデルをはじめとしてゲストモデル、ゲスト、 シークレットゲスト、アーティスト、MC が出演。2003年春夏から2005年春夏まで、ファッション雑誌、Vivi ビビが特別協力していた。それ以外の開催はすべて、JJ が特別協力している。開催ごとにテーマソングがあり、出演アーティストの代表が歌っている。主催が毎日放送ということもあり、毎日放送の番組に出演しているタレントも、ゲスト出演している。 これまでの公演における主な出演者は以下の通りである。2007年 SS に神戸コレクション5周年第10回目となることから記念し行われた。二次選考を通過した11名から下記の女の子がグランプリ等に選ばれた。グランプリには JJ と TBC の広告でモデルデビューが予定されている。これまでの公演における主な出資者は以下の通りである。 公演会催月の金曜日未明に MBS テレビで放送。2005年初公演の東京ガールズコレクションを主催している GIRLSWELKER.com は2002年の神戸コレクションの初公演から2005年秋冬まで協力、特別協賽、特別協賛、協賛という形で神戸コレクションに参加していた。ありがとうございます。